時間も迫ってきたんで結論だけ申し上げます、先ほど市長はね、サッカーブランドの時に、みんな避難のあれとかおっしゃったんで、それに関連して、箱物の一つなんですけども、救急センターの移転の問題なんですね。で、市長は移行するが、市長になった直後ぐらいかな、今のやつをね、で直しようとかって、で、議会にやられて、また職員からやられたりして、今のあれになった、そのご苦労は分かるんだけども、立地が悪いんですよ。あそこはですね、津波を迎えに行くようなもんなんですよ。で、市の職員の中にあそこは津波が来ないなんてバカなこと言ってますけど、私は失礼ですが大学で地震学を専攻してますから、数年前ですが消防局のご依頼で三宅島の全島避難を指揮した東京都副知事とそれから消防局長と私がフォーラムのパネラーになって、お話をしたこと、その時にですね、私は物理学の専門ですから、そのポテンシャルエネルギーって話したんですね。つまり簡単に言うと、津波はですね、同じ高さであれば10キロでも20キロでも追いかけて、それは今度の東北でもあったんですね。つまり高さなんですね。近いところでも10メーター以上逃げろと、私いつも家内に言ってるんですね。そうすると進行不動につけるということはね、救急センターとか警察署とかそういう救急の時にこそ必要な行政施設が津波がすぐ来るようなところに建てるっていうのは無駄じゃないかと、箱物行政の最も悪い点だと。で、それでそのついでにちょっとこれ箱物に関係ないけども、先ほど原子力があったんで、私本当の専門は原子核物理学ですけども、その立場から申しますと、グローバルニュークリアフィエルっていうのは非常に危険な設備なんですよ。日本の全原発の約7割の原料をあそこで作って夜市とかに出してるんですね。あそこの原料はですね、酸化ウランという粉末なんです。市長の中に入れたことある？あります。じゃあ分かりますね。私は3回も4回も立ち入りしてますけども、あれ福島の原発で起きた事故はメルトダウンよりも今の放射能被害はセシウム137空中に飛んで堆積したんですよ。グローバルでですね、それが起きたらですね、横須賀市民はだいたい24時間で全部ダメになると思ってください。そのくらいの危機管理のつもりでやらないといけない。だから許認可権は市にはないと思いますけども、その絶えずやっぱり市民の安全を確保するというところから、よくグローバルから情報を取る、それから気づく管理では指揮監督をする、そういうことをやって市民の安全をね、少しでも救急センターとともに担っていただきたいなと思います。はい、ありがとうございます。救急センターについて、津波を心配される声と、もちろんもう一つやっぱり液状化をね心配される声、2つあるのは事実です。で、実際、市役所もね海そばに立ってますが、だいたいあそこの標高は3メートルから5メートルぐらいの場所にあるわけですが、実際の津波想定については今県が統一的にですね示すということで、今のところその津波想定に合わせて、建物をどうするかという話までは言っていないのが一応現状です。で、少し経緯の話もありましたんで、当初はその私もリフォームで今三春町にある救急医療センターを運営改善できるんじゃないかという話をしてましたが、医師会との度重なる交渉の末にですね、大体いくらぐらいでしたっけ、6000万ぐらいですか、建設費でも含めてですね、建設費で6000万円ぐらい安くですね、医師会にも負担していただく形で、建設できるということで、移転を決断しました。私も納得した上でのそれは決断だというふうにご理解いただきたいんですが、その上で、津波や液状化の、心配というのは確かに、皆無かといったらですね、当然ないわけではありません。ただやはり津波の際はとにかく高いところに逃げるということがまず第一だと思います。で、これは救急医療センターに限らずのことであって、市役所だってそうですし、警察署だってそうですし、裁判所もろもろの公共施設もそうです。で、その上で、救急医療機能をどうするかということですが、あそこは一時救急の場ですから、どちらかというと震災時に大変大事になってくるのは、私としては災害拠点病院として指定されているような総合病院になってくるだろうというふうには理解しています。ただ津波によってあそこに来ている方々が被害のないような形でその救急医療センターに移転された後はですね、津波対策マニュアルのようなものは立てなければいけないだろうなというふうには思っています。
また液状化についても基本的には岩盤まで杭打ちますから、建物に対しての被害というのはおそらくそれほどないだろう。ただアクセス道路については、まあ、津波の時もそうですけれども、おそらく寸断される可能性はあるというふうには思ってますが、こちらについてはやはり復旧のですね、体制というのをいち早く取るということが一番大事になってくるというふうに思ってまして、まあ、今各種のですね、防災マニュアル等の見直しは進めているところです。ですから、まあ、100% ご安心くださいということは自然災害ですから、なかなか申し上げにくいですけれども、市としてできるところはやっていきたいというふうに思っていますので、ぜひご理解いただきたいと思います。そしてもう一つ GLF についてですが、横須賀市のあそこは私の住まいから歩いて3分ぐらいの距離ですけれども、3分じゃないな、もう10分ぐらいの距離ですけれども、内川神殿というところ、佐原になるかな、住所は、にあります、栗浜にあります。でそこでは福島第一原発で作っていた使っていたですね、燃料をまさにあの GNF というグローバルニュークリアフュエルジャパンというところで、作っています。でその中私も見させていただいて、怖いのはやっぱり内部被爆だというふうに思いました。今あったその酸化ウランの粉末を焼き固めて、まあ、ペレット、まあ、なんていうんでしょうね、こう細長いちょっとした円柱状の棒にですね、焼き固めて、でそれをすごく長いですね、まああれは金属製のケースに入れて、で何本もそれをこう差し込んで燃料棒というものを作って、そして、各原子力発電所に送ると。で実は今日も GNF の社長が来ました。で運転を再開しましたとこういうことを言って、いう報告に来ました。でその折にも私申し上げたんですが、やはりどんな微細なことでもですね、まあ、国や県や市に報告するような案件は市民や、まあ、報道に対してもしっかりと公開するようにというお願いは私から重ねて行いました。ですから、まあ、今まで今日のお話の中であったのは、一つ一つの手順書の再確認というのを改めてしたと。そして今までは職人の、まあ、なんて言うんでしょうね、職人の持っている技術によってできるだけ効率よく燃料を作ることを確かに主眼に置いてたかもしれないけれども、ウランのですね、まあ、悲惨の事故なんかも内部でですねあったりもした中で、手順書をしっかり作り直して、一つ一つの作業をその手順書に従って行うということに決めたと。特に最初に働いてた方が定年を迎えるようになって、その技術の世代交代を進めていく中で、そういった手順書の再確認というのが会社としても必要だという認識に立ったというようなことは今日社長もおっしゃっていました。まあ、先ほど申し上げたように原子力のエネルギーそのものはですね、なかなか今後大幅な増大というのは見込めないとは思いますけれども、一方でアメリカ資本の会社で海外にも輸出をしていくというようなことは考えている会社ですから、あそこで操業を停止するということはおそらくないと思いますので、市としてはその安全管理の徹底というのはですね、ことあるごとに申し入れていきたいと、そんなふうに思っています。ありがとうございます。